えお疲れ様です「まあ、ウィニー」っていう映画をねたった今見終わったところだったんですけどもなんかいろいろと思うところがありましてね特に「ウィニー」という作品の中には警察の裏金作りの全容も、うん、書かれていて、まあ、それは直接この映画の本編とは関係がないように映ってますけどもいやしかしね警察がひた隠しにして今日この瞬間も 署員全員で裏金を作ってね、自民党なんて追いもつかないぐらいの組織化してですよ。で、えー、自分たちで犯罪を犯しておきながら、犯罪者を街に探しに行ってるっていうね、まあ、こういった大いなる矛盾がありますね。で、内部告発をした人は徹底的にやり込められて、さらに内部告発ができにくくしていく。つまりは組織が腐敗していって、まあ、反社会勢力的になっていくっていうことですかね。 で、ウィニーに関してですけども、主人公の金子勇さんって方は、もうこの世にいません。えー、聞くところによると、あまりにも天才すぎて、ある組織から消されたということらしいんですよね。うん。だから天才であればあるほど、そしてその天才が目立てば目立つほど、まあそういった邪魔者の扱いする人も出てくるのかなと思うんですよ。特にその天才に野望があればまだね、 しぶとく生き残っていけるのかもしれませんけども天才って善人だったりするわけですよだから誰とも争わない誰とも戦わないだからつけ込まれてしまうっていうことなのかなと思いますウィニーが有罪と一時期受け取られた時期っていうのは司法の無理解に大いなる責任があると思います人を裁くその立場にある人が あまりにも物を知らなすぎて、旧体然としているっていうところとかね。私も、なんとか裁判に関わりましたけども、裁判用の書類ってね、答弁書にしても、陳述書にしても、プリントアウトしたものを郵送しなくてはいけないんですよ。でも、郵送を受けた裁判官や、それから書記官も、自分では個人の LINE とか、それからメールアドレス持ってるんですよ。だったらメールで送信させてくれって思いませんか わざわざ印刷してプリントアウトしたものに印鑑をして郵送したりねよちよちと持っていかなくちゃいけないみたいなことをいまだにやってるわけですよこんな時代遅れのことをしてる限りこの世の中で移り変わり続けるテクノロジーに対して正確な司法は貫けないと思っていますねだからすごく裁判ってのも時間がかかるわけでしょもっともっと早くできるはずですよもっと言うとアルゴリズムで処理できるはずです 反例主義なわけですからねそれがどちらかというと裁判官の心証つまり裁判官が自分で個人的にどう思ったかっていうふうにその公的な役所を離れてですね個人的な感情に左右されて判決を書くわけですよ、まあ、こんなおかしなことがいまだにまかり通っていて裁判官が無理解だったりある一定の勢力の圧力を受ければいくらでも正義は曲げられるってことですよね。 だから裁判所ってのは善悪を明らかにするところではなくて、誰が悪いやつなのかってことを決めつけるところなんじゃないかなと思いますし、実際に今回のウィニーという作品の中でも、最後、金子勇さん本人がね、映像で出てきて、そのことを言われてましたね、誰かのせいにすれば終わりってわけじゃないんですよえ。そしてこの金子勇さんが消されたと言われている背景には、アップルの台頭ですとかね、アマゾンの台頭とか、 それから Google の態度というのがあったのかなと思いますこの金子勇さんが裁判なんてくだらないことに付き合わされていなければおそらく相手先進国だったのはこの日本だったかもしれないなとそう思わずにいられないですねはいじゃあ今回は以上です